中井武之心は、日本の植物分類学者。東大教授、小石川植物園長、ボゴール植物園長、国立科学博物館長。小説家の中井秀夫は息子。宮城のハギるスパディザサンベールギー中井、蝶のスケソードリアスオクタピートラ、エルバリエーション、エイジアッティカ中井、ノジギククリサンセマムジャポニエンセ、中井などを命名する。 朝鮮半島の植物の研究にも力を注いでおり、朝鮮初代講師の花房義室にちなんで、花房草花房やエイジアティカ、中井などを名付けている。2019年、韓国の連合ニュースは、朝鮮半島の特産植物527種のうち327種の学名に中井の名が入っていると報じている。 また、セリーモクインドカラムス族ムニーヤツデ族などの分類を作っている。また、トガリバマキッポドカルプス仲イハヤタ、父島イチゴルーベス仲居、ツヤマ、朝鮮カメバソオトリガナティス仲居、ハラなど、数多くの県名を受けている。教え子に、伊藤博士、小林義夫、前川文夫、北川正夫、佐藤正美、津山直原博志、桃瀬静夫、 木村洋二郎らがいる。中井は植物の学名で命名者を示す場合に中井竹之芯を示すのに使われる。ありがとうございます。